こんにちは、スクールビズの佐藤です。今回はレクシスイングリッシュの山口さんにお越しいただいております。山口さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レクシスイングリッシュの山口です。私自身もインドとアイルランドに若い頃に留学をしておりまして、やっぱりその経験があって、今ここオーストラリアで仕事をしています。で、オーストラリアに来た時も初めに3年間まず頑張ろうと思って、今10年目になりました。で、やっぱりその3年が14年になってしまうっていうのが、そのオーストラリアの良さだと思っていますので、ぜひそういったところもまたお話をできればと思っています。レクシスイングリッシュはレクシスエデュケーションというグループの英語を教えする専門教育機関になっています。その他にレクシストレーニング、これが専門学校部門で、ビジネスコースであったりマーケティングであったり、そういう英語を学んだ後の英語で何かを勉強するという次のステップをお教えする場所になります。レクシスコリアが韓国に韓国語学校ですね。で、レクシスジャパンが日本に日本語学校、ビューティーハウスという美容の専門学校がオーストラリアにあったりもします。最後のレクシスティーソルに関しては、英語の先生を養成する学校です。これは私たちのレクシスイングリッシュにもつながってくるんですが、やっぱりいい英語を教えするためにはいい先生が絶対に必要不可欠です。そのためにレクシスではこの先生の教育にも力を入れてまして、ここで資格を取った先生たちがレクシスとか、または世界中で活躍をしていますし、あと日本ではですね、実は文科省から委託を受けまして、中学校とか高校にいるJET とか ALT とか英語の先生がいるんですが、その先生たちのトレーニングをしているのも私たちレクシスになっています。このグループが集まってレクシスエデュケーションというグループになっていますね。そうです。英語学校だけで日本にも、ね、日本学校あるんですね。世界中から来る留学生の方々をもうお迎えをする、サポートをするっていうことに関しては、もう英語問わずもう世界中でサポートをさせていただいております。私たち今日レクシスイングリッシュに関しましてメインでお話をさせていただきますが、まずは特徴としてはオーストラリアに6キャンパス持っています。このキャンパスがユニークなロケーションというのが大きな特徴になっています。その高いプログラムとプロの先生たち、でこれはさっき説明をさせていただいた先生のトレーニングもしているというところにつながってきます。ケンブリッジ公式試験センター、やはりこれから英語を学ぶ上で英語も武器にしていきたいっていう方々には、このケンブリッジプログラムっていうものを進めることがよくあります。その上で私たちは公式テストセンターとして全キャンパス運営を行っています。多国籍な留学生、本当に世界中からたくさんの留学生が来ているので、一つのキャンパスに留学するだけでもう本当に世界中が体験できる、世界の人たちとお友達になることが可能ですね。アカデミックパスウェイ、やはり英語の留学に来た時にそれで終わるっていうことはないです。で、例えば元々は英語だけのつもりだったんだけど、もっと挑戦をしたい、例えば仕事も見つけたい、仕事をするためのスキルをつけたいっていう時に関して、そこに対応できるような提携をしている学校とか、私ども独自の専門学校というものがあります。そうしましてレクシス360度と呼んでるんですが、これが私たちの独特の生徒様へのサポートになっています。で、これらが特徴となっているので、ちょっとまたこの後説明をさせていただければと思います。はい、私たちはオーストラリアの6つの場所にキャンパスを持っているんですが、このキャンパスのある場所というのが私たちレクシスの一番の特徴として皆さんに覚えていただいているところでもあると思います。で、特に言っていただくのが、面白い場所にキャンパスがあるよねと言っていただいています。そうですね、大都市以外もありますね。そうですね、例えばブリスベンというところに関しては、まあ都市部なんですけども、でそれ以外にはシドニー、パースの中でもちょっと郊外の方にキャンパスを持っています。なので日本の多くの皆さんにとってはまだ知らない場所というところもあると思います。ただ知らないから行かなかったでは本当にもったいないロケーションになっています。ルーサーとかサンシャインコースト、バイロンベイ、
あとはシドニーはマンリーになるんですが、そういうところは特に本当にオーストラリア人が憧れていくような場所になっていますし、あとはヨーロッパから非常に人気のある場所になってきます。私たちは6キャンパスあるので大きな学校というイメージがあるんですが、ただ実際一キャンパス一キャンパスを見ると、まあ、少ないところでは130名から多いところだと、まあ、280名、300名以下の小中規模校の学校になってます。なので大規模校の良さと小中規模校の良さ、これを2つ持ち合わせているというのが私たちの特徴になってくるかなと思います。ユーサーはサンシャインコーストというエリアにある高級リゾート地と呼ばれている場所です。ヌーサというエリアに語学学校、あとは教育機関も私たちレクシスしかないので、ローカルの方々がすごくよく知ってくださってるんですよね。で、あとは野生のコアラが見れるエリアです、はい、歩いていける国立公園に行くとコアラを見つけることができたりだとか、あとはメインビーチに行くとイルカが跳ねているのが見えたりだとか、もうそういう特別な場所になっています。まずなかなか日本では体験のできないこう経験ができるかなと思いますね。次がサンシャインコーストですね。都市とビーチを足して2で割ったようなエリアになります。それこそこのキャンパスがベランダからすぐにビーチが見えるようなエリアになってますし、あとはやはりこう観光客の方が家族連れで訪れるような落ち着いた場所になりますね。ここに関してもアジアの方々と日常生活で会うっていうことが非常に少ないです。なので本当にその日常生活からこうどっぷりと留学生活に疲れる場所になってます。ブリスベンはクイーンズランド州の州都になっているので都会です。ただ都会ではあるんですが、もう街中にいても緑がたくさんある、バランスが非常にいいエリアですね。やはり都会なので日本のお店とかそういうものも多くあって生活には便利なエリアですね、うん。まあ、レクシスのブリスベン校は割と都会のそのど真ん中にあるロケーションって感じですかね、うん、その通りですね。パイロンベイというエリアはハリウッドスターが別荘を持ってる場所ですごく有名なエリアになっていて、ここもすごくちっちゃな町ではあるんですが、結構街を歩いていてハリウッドスターに会ったとかそういうようなエリアにもなってますね。あとはヨガとかオーガニックなものとかそういうものにすごく興味のある方々は非常にぴったりなエリアかなと思います。マンリーですね。ですごく落ち着いていて、やはりこじんまりとしていて、ローカルの方々との距離の近い場所です。そういった意味で日常生活はローカルの方々と近く生活をすることができながら、観光客の方々が多いのでアルバイトのチャンスもすごくあるエリアということにはなってきます。都会もなかなか捨てがたいけども、でもやっぱりこうローカルの方々と近い生活体験をしてみたいっていう方にはすごくこう理想的なエリアじゃないかなと思いますね。最後のキャンパスがウェスタンオーストラリア州にあるパースにあるキャンパスです。でここもパースという街中にあるのではなくて、パースからバスで約40分離れたスカーボロービーチの目の前にあるのが私たちのキャンパスです。やはりパースの良さというのが、第一有名って言われているのがインド洋に沈んでいく夕日を見れるのがこのスカーボローというエリアになってます。歩いて2分でそのスカーボロービーチに行けるので、休憩時間、特にランチの時間とか、皆さんこのビーチに行ってランチを食べて、あとは放課後にこのビーチでバーベキューをしてホームステイとか学生寮の方に帰っていくっていうようなライフスタイルをしていますね。中心地までバスで30分で行けるので、家に行きたい時もかなり気軽に行くことができます、うん、ありがとうございます。各都市の確かに魅力がそれぞれなんか違うなと思いつつ、本当になんかこうオーストラリアの留学みたいなのを満喫できる留学先のね、どこも感じがして、どこにしようか結構悩ましい感じになりそうですね。まあ、6キャンパスそれぞれのご紹介をさせていただきまして、で今見ていただいているのがちょっとそれぞれのキャンパスの様子ですね。ちょっとビルとかが見える都会のキャンパス、ブリスベンもあれば、後ろにビーチが見えるようなキャンパスもあります、はい、で本当にこう見ていただいて分かる通り、世界各国
から生徒さんが集まってくださって、うん、授業とかアクティビティを行っているというところですね。やはりレクシスの良さとしては、うん、転校もできるというのがメリットになってくると思います。初めはちょっと不安なので都会にのキャンパスを選んでおこうかなっていう生徒さんでも、後から慣れるに従ってじゃあちょっとそろそろ日本人の少ないエリアに行ってみようかなとか、うん、ちょっとリラックスしたエリアに行ってみたいなっていう形で他の6キャンパスから選ぶことができるので、うん、選択肢の広がる留学というところにつなげるところができるかなと思います、うん、確かにいいですね。長期で行くの人はもしかしたら途中で変えても良さそうですね。なんかいろんな個性的なキャンパスがあるので、うん、そうですね。日本人の生徒さんで一番多い方では、はい、1年半の留学の中で4キャンパス回られた方もいます、はい、すごいです。やっぱりそれぞれ違いがあって、うん、面白かったっていう声はもちろんいただいてますし、うん、キャンパスを転校されても教科書の場所とか、うん、あとは先生の教える質とか、うん、そういうものは一切バラバラにならないようにしっかりとトレーニングをしています。転校してもそこは安心していただけますね、うん、これがアクティビティの様子ですね。留学イコール英語を学ぶというようなイメージももちろんあって、でそれはもちろん大切な外せないところだとは思うんですが、私はやっぱりそれと同じくらい留学は以外での生活っていうのもすごく大切なものがあると思います、うん、なので例えば学校のお友達と放課後近くのビーチに行って砂浜で一緒に勉強したり、カヤックに乗っていたらイルカが目の前にわーっと集まってきたりだとか、そういう生活が日常生活にある体験を、うん、ぜひ多くの方にしていただきたいなと思います、はい、確かに真ん中の上の写真とかってことですよね。カヤック、そうですね、カヤックでこの距離でイルカって見れるんですね。クリアスな生き物なので、はい、本当にカヤックキングで出ると1匹とかじゃなくて結構多くの数が寄ってきてくれるので、日本に持ち帰って話せる体験っていうのってすごく留学で大切だと思うんですよね、うん、でやっぱりそういう話をできる体験をすればするほど自分の引き出しが多くなって留学の価値ってこう一生続いていくものだと思うので、うんうん、そういう学校以外の部分の体験もぜひ大切にしていただきたいなと思っています、うん、ちょっとイルカいっぱい来たらちょっと怖いんで、ちょっと僕はやめたいなと1匹ぐらいだとありがたいですね私たちの学校は比較的ヨーロッパからの学生さんが多いのも特徴になっています、うん、でこれはやっぱりそのロケーションと関わってくると思います。でヨーロッパの方々の特徴っていうのが、せっかくその国に留学に行くのであれば、うん、その国の一番いいものが見れる場所に行きたい、うん、自分たちの国ではなかなか体験することができない場所に行って勉強をしたいっていうのが特徴になっています、うん、なのでヨーロッパの方々は比較的その都会よりもこういう郊外を選んで自然を思いっきり楽しむっていう方々が多いので、郊外キャンパスにヨーロッパの方々が多くいらっしゃいますね。であとはアジアが約 22% で、ミドルイーストが 5%、 典型の方々、特にブラジル、コロンビアの方々が多く来てくださってます、うん、日本人が多いことは全く悪いことではないと思ってます、うん、でもちろん留学先で会える日本人の方々っていうのは日本にいたら絶対に会えなかった人たちなので、うん、絶対大切にしていただきたいと思いますし、で世界中に友達ができることくらい大切な財産にはなると思います。ただやっぱりその中でメリハリというものは必要になってくるので、そういった意味でもしもちょっとこう他の国の学生さんが多くいるキャンパスもいいなっていう場合は、そういうようなエリアでキャンパスを決めていただくというのも面白いかなと思います。私たちレクシスイングリッシュなんですが、英語コースに関しては様々なコースをご用意しています。基礎的な部分になるのが一般英語ですね。基礎力を高めることでその後の選択肢というものが広がっていきますので、まずは一般英語を取る方が多くいらっしゃいます。ただそれ以外にカスタマーサービス英語であったり、または特に私たちの学校ではケンブリッジ英語に力を入れています。やはりこういう試験対策のコース、ケンブリッジ英語検定を取ることで日本だけで通用できる英語ではなくて、世界中に対して通用する英語力っていうものをつけることができますので、英語力を一つの武器として留学を目指しているという方にはぜひ
こういうケンブリッジ英検を目指した留学プランというものをしていただけるといいと思います、うん、であとはIELTS試験もねすごく人気ですね、うん、であとは英語コース以外にも英語力がつきました、その先もっとスキルをつけたいっていう方のために専門コースも用意をしています。で例えば英語でビジネスを学んだりだとか、マーケティングを勉強したり、プロジェクトマネジメントを勉強したり、新しいスキルをつけるっていうこともできますし、すでに職歴がある方であればキャリアチェンジですねのためにお勉強をして、そして海外就職を視野にしていくっていうことも目指せるようになってきます。ちょっと特殊にはなってくるんですが、一般的なビジネスではなくて美容の専門学校も持っているので、うん、特に女性の方で手に職をつけるような資格であったり、日本人は美容に意識が高いっていうことでもすごく世界的にも知られているので、うん、そういうところでは日本人であることがプラスに見てもらえるっていうような部分があるので、そういうメリットを使って美容の力をつけて、そして就職を考えるっていうこともできるコースもありますので、私たちレクシスイングリッシュの場合だと、とにかく一つに決めたらもうそこで一つのことをやっていかなければいけないっていうことではなくて、選択肢が増やせる、可能性が増やせる留学のプランを作ることができると思います。なのでやりたいことが変わってきたとしても対応できるコースを多く持っていますので、そういうところも視野に入れてスタートしていただければなと思っております。レクシスイングリッシュなんですが、私たちは英語を教えることが私たちの役目ではなくて、うん、教えた英語をいかに自分のものにして使ってもらえるようになるかというところまでをサポートするのが私たちの仕事だと思っています。英語力をしっかりと身につけるために、絶対に無視することができないこの一般英語では、うん、週に1回の確認テストとレビューを毎週行っています。なので私たちの学校ではこのまとめたテストっていうのはやっていないんですよね。でその代わりにある週1回ごとのテストというものを行っています。その週に1回のテストなんですが、この英語の場合週にユニットを1つ進めていきます。そのユニットが終わるごとに復習をしてテストをして、そしてまたフィードバックを行う、これを毎週行います。それをすることでその週学んだことは分からないことを持ち越さないで、その週のうちに解決をする、で分からないところをできるだけ少なくしてから次の新しいところ、次の週に進みましょうというのが私たちの教え方になっていますね、うん、クラスレベルアップみたいなのって定期的にやってくるんですか、はい、そうですね、私たちは週に1回のテストをやってるんですが、それが4回終わると、うん、先生との1対1の個別アカデミックカウンセリングを行います。でそこの個別アカデミックカウンセリングでレベルを上げていくという形にしています。じゃあ月1にそのレベルアップの判定の期間は来るので、はい、それによって来月はどうするかっていう感じですかね。そうですね、大きなテストをなぜやらないかというところなんですが、うん、大きなまとめたテストをやってしまうと、うん、100点中何点っていうのはもちろん分かります。例えばじゃあ 90% 取れてたとか、うん、80% 取れてるからまあ大丈夫かなっていう形でフォーカスをしがちになってしまうんですが、本当に一番大切なのは例えば 20% とか分かってなかった部分っていう方が実は非常に重要です。でそこをサポートしていくには、この大きなまとめたテストをしてしまっては一人一人の生徒さんに対してそこを掘り下げていくっていうのはすごく難しいんですよね。でそれもあって1週間の1回のテストと、それが4回終わった段階での個別カウンセリングというのがすごく生きてくる形になってきます。できなかった方にフォーカスするの大事ですね、はい、確かにそこは。そうですね、授業の様子ですね、うん、日本の中で英語のレッスンをするとか、日本のイメージで言うと教室の中でこう机と椅子があって椅子に座って授業を受けている、先生の話を聞いているっていうイメージだと思うんですが、オーストラリアに来て英語の授業を受けると教室内を動き回ったりだとか、うん、ベランダで授業をしたり、教室からもう外に出て街の中を授業を行ったりだとか、うん、そういうとにかく動き回ったり実際に使ったりっていう授業が非常に多くあります。なのでボックスの飽きることがないようにっていう授業が
組まれてますし、あとは生徒さん同士でたくさんこう会話をしなければいけないような授業も多く含まれているので、本当に教えてもらうインプットだけの授業ではなくて、自分がそれを使う、話してみるっていうアウトプットがかなり入っている授業になってきますね。なんか皆さん楽しそうで授業を受けてますね。やっぱり生徒さんも授業終わって出てきた時に話をすると、たくさん話さなければいけなくて大変だったっていうような感想を持ってる生徒さんもいらっしゃいます。頭で分かってることってすごくたくさんあると思うんですが、それを出せるようになって初めて英語を使えるっていう形で言えるものだと思ってますので、とにかく発話を多く、また4技能をしっかりとやっていただくというのがレクシスの教え方になってますね。基本的には朝から始まる授業が多いです。午前中に 1.5 時間の英語の授業が2コマあります、うん、でその後ランチを挟んで午後の授業が1時間あって、その後にまた他のコースが1時間ある形になっています。で午前中の 1.5 時間かける2コマですね、ここに関しては私たちは4技能をしっかりと徹底的に行うという授業をしています。例えばそのスキル別にレベルを分けてやるというタイプではなくて、4技能が全てできるようになって英語力って上がっていきますので、教科書を使ってしっかりと基礎力の部分を底上げしていくための勉強を午前中に行います。でランチを挟んで午後の1時間のレッスンが選択科目になります。オプションクラスと言ってるんですが、ここで例えば会話とか発音をもっとうまくしたいっていう方はそういうものを取っていただいたり、やっぱり文法が自分は弱いから文法をもっと底上げしたいっていう方には文法を取っていただいたり、ここのオプションのクラスで取っていただけるような形になっています。でその後の2時から3時に関しては出席自体が出てもいいですよ、出なくてもいいですよというものにはなってるんですが、ほとんどの方が参加をされます。でここの1時間の間に日によって変わってくるんですが、GIL、ギルと書いてるものがあったり、あとはワークショップがあったりアクティビティがあったりという形です。でこのギルなんですが、これはガイディドインディペンデントラーニングといって、授業でわからなかったこととか、あとは宿題をその場でやりたいっていう方に来ていただいてる場所になってます。いいですね。だから毎日結局予習と復習はできる限りやっぱりできた方がいいので、それをそのままなんか帰ってからやろうでやっぱやらないこともあるかもしれないので、はい、そのまま学校で教えていただける環境でやるっていうのはすごいいいですね。わからないところはもうその日のうちに解決をぜひぜひしてもらえたらなと思っています、うん、であとはワークショップなんですが、これは週に1回から2回いろいろなワークショップを準備しています。で例えばジョブワークショップとか発音ワークショップ、グラマーワークショップがあるんですが、ジョブワークショップでは英語の履歴書の書き方とかタックスファイルナンバーの取り方とか、こちらでアルバイトをする上で必要なものを全てここでサポートをしています。グラマーワークショップに関しては、例えばやっぱり生徒さんから質問が多かった文法に関して一つ取り上げて丸々1時間レッスンをするワークショップになっています。やっぱりその生徒さんの必要に応じたワークショップを取り入れてますので、私たちのアクティビティカレンダーというものを見ていただくと、今週は何があるのかなっていうのをチェックしていただけるので、自分が必要なもの、取りたいものっていうものを選んでお受けいただけるような形にしてあります。パースとシドニーキャンパスに関しては夜のコースも行っています。でこちらがもう夜5時45分からスタートをするものなので、うん、例えば英語力がどんどんついてきて、うん、でアルバイト先もある、ただそれが日中働けるお仕事だっていう場合は、うん、日中お仕事をしていただいて夜お勉強をしていただくというようなことを選択していただくこともできます。ディナータイムは15分っていうのは本当こう、そうですね、はい、結構短いですね、はい、なので授業に参加をする前にちょっと夕食を取っていただいて、はい、であとはもう授業をするという形ですね。これ正しい時間ということなんですね。はい、はい、パパッと食べてもやるよっていうことですね。はい、でレクシスイングリッシュではそれぞれのキャンパスによって若干ご用意をしている滞在のタイプは異なってくるんですが、
基本的にはホームステイまたは学生寮を選んでいただくことができます。ホームステイに関してはもう全てのキャンパスで選んでいただくことが可能です。で、私たちのホームステイの特徴としましては、私たちが独自でホームステイと契約をしていて、なのでしっかりとどういう家庭かっていうことを知った上で生徒様とこうプレイスメントをさせていただいているので、何かしらもしもご相談があった時もすぐに対応ができるような形になっていますね。私たちの学校では学生寮も最近はすごく人気が出てきています。用意をしているロケーションによって若干タイプが異なってきます。ブリスベンになるともう大きなビルがあるんですが、そこにたくさん大学生さんであったり語学学校の留学生さんであったり、いろんな方々が滞在をしているんですが、そういったところで学生寮を手配をさせていただいたりだとか、シェアハウスに近いタイプの学生寮であったりだとか、それぞれのタイプがあります。比較的こう若い方同士で楽しく生活をする、あとは自分のライフスタイルを尊重をしながら生活をしていきたいっていう方々におすすめのタイプになっていますね、うん、どちらも安心をして使っていただけるものになっているので、ライフスタイルとかに合わせてお選びをいただければと思います。私たちがキャンパス、学校を選ぶ上でお願いをしているのは、まずは自分のやりたいことができるだけたくさんできる場所っていうものをお選びいただきたいと思っています。この街に行きたいなっていうイメージがあったとしても、たくさん自分のやりたいことを考えていくと、案外そこの場所ではなくて、こっちの場所の方ができるっていうことも出てきます。なので、留学を考える際は、初めから絞っていくっていうよりは、ぜひ自分のやりたいことをできるだけたくさん書き出していただいて、この希望をぜひプロのカウンセラーさんにご相談をいただけると、あ、じゃあこれができるところだとこういうところがあるよという形でご紹介をいただけるので、ぜひぜひこう自分で絞っていくのではなくて、逆にたくさん出しておくことをお勧めいたします。はい、山口さんありがとうございました。いや、キャンパスが本当にいろいろあって、どこにしようかなってかなり本当に悩ましくて、それぞれ魅力がたっぷりななんかご紹介だったので、僕も行くとしたらかなり悩んじゃうなと思いました。オーストラリアっていう国はとにかく人は温かいっていうのが一番魅力のあるところだと思います。留学っていうのは学校の中だけで起きてるものではないので、うん、ぜひその学校の中はもちろんなんですが、学校から一歩出た日常生活での留学生活をどう過ごしたいかっていうところも、ぜひぜひちょっと考えて留学のプランを立てていただけたら、すごく満足度の高い留学になると思いますね。はい、山口さん、本日は学校の説明ありがとうございました。ありがとうございました。学校の情報をもっと知りたいという方は、概要欄に留学相談のリンクがありますので、そちらからお問い合わせください。この動画が役に立ったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。では皆さん、またお会いしましょう。お待ちしてます。ありがとうございました。